今日ずっと楽しみにしていた撮影の日です。今は、7時43分です。これからアメリカの方とズームミーティングがありまして、土曜日の朝8時にズームミーティングでございます。で、ヨガとか終わって、ちょっとだけ眉毛とリップだけズーム用にメイクっぽいことをしてみました。ご覧の通り、朝が強い人間ではございません。はい、眠い。しかもなんか昨日あんまり寝れなくて、そう。でもね、朝すごい天気が良かったからね、気持ちが良かったですよ。まあまだちょっと明るい感じの天気ではありますが、これから曇ってちょっと雨降りそうだなって感じだけど、はい。で、風が強いね。で、いつも通りゴールデンラテも作って、これからラテ飲みながら、もう二重の幅も変わってしまうほどだ。いや大丈夫かな、これで。終わりました。ミーティング1時間ぐらいだったかな。あっという間に1時間も経っててちょっとびっくりしたんですけど、午後は撮影があるので、ちょっとそれまで一回仮眠します。おはようございます。今日はずっと楽しみにしていた撮影の日です。もうね、すごい昨日とかも緊張しちゃって、なんか寝つきも悪くてめっちゃ緊張してるんですけど、今もで、今日はセルフメイク、セルフスタイリングということで、今日こんな感じで、久しぶりにマスカラも塗ってみました。で、梅雨にまんまと影響されて、髪の毛はうねうねです。これを撮影前までにちょっとどうにかしなきゃいけないんですけど、前から言ってるようにヘアのスタイリングが全然できないので、かき上げたり雰囲気でやりたいと思います。で、今日は、ある雑誌の撮影なんですけど、今日の撮影からまた新しいプロジェクトにつながっていって、で、今日撮影する雑誌は、私がずっとファンだった、一ファンだった雑誌です。で、ずっと読んでるし、で、すごくいろんなことを勉強させてもらっていて、なんか、そこと一緒にお仕事ができるなんて、本当に夢が叶ったので、すごい今日は感慨深い&すごい嬉しくて、なんか変なテンションではありますが、頑張りたいと思います。おはようございます。お願いします。優しいカメラマンさん。多分カラさん。あ、そっか、人によるってやつですね。まあちょっと自分で直してください。全然違うな。そっちの方で。
かわいい。かわいい。うん。こう、かったったの。かったったのね。帰ってきました。我が家に撮影も終わって、インタビューも終わって、打ち合わせも終わりまして、無事、スムーズに、非常にスムーズにいろいろなことがありまして、家に帰ってきてちょっとほっとしてます。昨日の夜から緊張してたので、今日の朝も結構変なテンションだったし、なんか家に帰ってきたら急にこう、ちょっと力が抜けて、なんか、うん、安心してます。はい。で、今日は私の夢がまた一つ叶ったということで本当に嬉しく思ってる日なんですけど、やっぱり何かを続けてやるっていうことの大切さとか、あとは自分が好きなこと、情熱があることをこう素直にそこにこうエネルギーを向けてやったりとか、それを続けたりすることの大切さを今日改めて感じることができました。前にもこう好きっていう感情が持ってるエネルギーがすごく大きいっていう話はしたことがあるんですけど、やっぱりその好きっていう気持ちから始めたことがいろんな掛け算になって、最終的に自分が思っても見なかったような大きなあのことになる可能性がこの世の中、この世の中というかこの人生、この世の中あって、それを感じられた日でもありました。で、前にもね、 YouTube とかあとはジェニックの連載とかノートとかいろんなところにも書いてありますけど、やっぱり好きなことをやるっていうのは自分の心の栄養にすごくなると思ってて、やっぱり人生一度きりしかないので、やっぱこの人生でやらなかったらもう他にチャンスがなくて、それはやっぱり後悔すると思うし、やっぱ自分の人生好きなことをやるのがいいなって今日本当に、うん、改めて思ってます。これからニーナとお茶に行ってきます。すごい嬉しい、すごい楽しみ。こうみんなにね、やっぱずっと会えてなかったから、久しぶりに会えるとなるとすごい嬉しくて、やっぱこうちょっと外があるところにしたりとか、ちょっと距離が取れるところとかにしなきゃいけないけど、でもこれからそういうのが普通になっていくからしょうがないことだと思うんだけど、でもそれでもやっぱ顔が見れてこう直接話ができるっていうのはすごい嬉しいので、はぁ、行ってきます。ニーナにお裾分けの除菌シートを持ってカフェに行きます。夜です。ニーナとのキャッチアップが楽しすぎて全然ビデオを撮るのを忘れてしまって、あのコーヒーの映像しかないんですけど、でもすごい楽しい時間を過ごしました。で、家に帰ってきて、まぁ、ちょっとゆっくりして、で、お風呂も入って、で、今日はクレーペーストもやって、ちょっと肌をつるんとさせて、今、くつろぎの時間でございます。今日は、みんなから YouTube のコメントの欄にもらってた質問で、まだ答えてないものを、ちょっとサクサクと答えていこうかなと思って、質問を選んだので、早速、いきたいと思います。まずは、このデニムどこのですか？これはマウジーのデニムです。ちょっと昔のデニムだから今売ってるかわかんないけど、マウジーのやつです。すごいあの太さとか、あとはこのダメージ感とかが気に入っていて、結構ヘビロテしてる。あとすごいハイウエストだから、あのスタイルもよく見えるし、すごく気に入っております。次、チャンピオンのグレーのトレーナーはヴィンテージですか？はい、そうです。私が持っているチャンピオンのトレーナーたちはほぼヴィンテージです。まあ、あとは、ベトモンのコラボのやつをいくつか持ってるけど、でも普段着てるやつは大体ヴィンテージのもので、昔のチャンピオンのトレーナーの方が形が可愛いから古着屋さんに行って、あの、自分が好きなサイズとか、自分が好きな色とか、あとは自分が好きなダメージ感があるものとかを選んで集めてるって言っていいぐらい持ってるかも。次、断捨離するタイミングって決まりとかありますか？これはね、決まりは別にないけど、でもいつしてるかなって考えたら、多分こう、なんか気持ちがモヤモヤしてる時とか、あとは考え方が凝り固まってきちゃった時とかに、ちょっと身の回りを整頓して、ちょっと物を減らして身軽になってフレッシュな気持ちになりたいという時とか、あとは新しいことに挑戦する時とかに、ちょっといらないものを手放して、
こう新しい気持ちで身軽な心で身軽な体で新しいことに挑戦したいっていう時にしてる気がします。なんで何ヶ月おきにしようとかっていうことは全然決めてないけど、そういうメンタルがこうちょっとスッキリしたい時とかに断捨離はしてるかな。次、トップスどこのですか。このトップスはですね、ダウントゥアースのカナタビ本でマーファに行った時に買いました。ヴィンテージのトップスです。すごい気に入っていて、肩パッドが入ってて昔っぽい形なんだけど、色味とかなんかデザインとかちょっと逆に今っぽいなと思って買いました。なかなかありそうなんだけどなかなか出会えないデザインだから、見つけた時にはもう結構一目惚れみたいな感じですぐゲットして、それから気に入って着てます。ダウントゥアースの中でも着回しで着てるトップスです。次、 CBD オイルどこのですか。この CBD オイルは HSync っていうところのやつなんですけど、セットのギフトのセットの中に入ってきたものなので、私はそんなに CBD オイル飲む方にはそんな詳しくなくて、入ってるコスメとかは使ったことあるけど飲む方はあんまわからないんだけど、飲んでみたら全然なんか味とかもないし、なんか無味無臭のオイルみたいな感じでした。で、 CBD オイルって数字があって濃度があってるんだと思うんだよね。だから数字が高ければ高いほど CBD が多分濃いっていう感じで、その効果がもっと高いっていうことだと思うんだけど、私はまだ初心者なのでこれがすごくいいとか、なんかこれがこうとかってことはあんまり言えないけど、でも無味無臭でなんか抵抗なく全然飲めた気がします。次、 T シャツやトレーナーはクリーニングですか、お家で洗濯していますか。お家で洗濯しております。普通に洗濯機で回して、で、私、乾燥機もついてる洗濯機なんだけど、乾燥機使うのあんま好きじゃなくて、天日干しの方が好きだから、まあ、あと縮んじゃったりもするし、あとまあ、すごい、エネルギー使うのでエコじゃないし、太陽で干せるんだったら太陽がいいじゃんっていうことで、天日干ししています。なので、結構大事に、T シャツとかは絶対ハンガーにかけて、特にヴィンテージのものとかは大事に扱わないとすぐダメになっちゃうので、ハンガーにかけて天日干しして、でトレーナーとかも結構外のテーブルとかに平置きしたりとか、あとはハンガーでこうちょっと2つぐらい使ってうまく干したりとかしてます。次、どこのリップですか。これはリップの紹介をしなかったりとか、リップのリンクを貼っていなかったりとかすると必ずどのビデオでも質問される質問なんじゃないかなと思うんですけど、最近はだいたいグロシエのジェネレーション G のジップか、あとはディオールの気に入っているやつ、ハッピースターだったかな、ここに出しておきますの、どっちかをほとんど最近はそれを塗ってます。そうじゃなかったらこの間のクローゼットツアーの時みたいに言ったりとか、あとは最後に紹介したりとかすると思うので、だいたい最近のビデオはその2つのどっちかです。次、トムウッドのピアスはサイズ M ですか。はい、そうです。最近私このピアスをすごい気に入っていて、よくつけてるので皆さんもおなじみかと思いますが、ビデオにもよく登場してるし、すごいねシンプルなんだけどエレガントだし、なんかちょっとクールめだし、なんかすごいちょうどいいデザインですごい気に入っていて、で私は M にしたんですけど、 L でもよかったかもなっていう、まあでも M もすごい可愛いから L と M 両方欲しいなと思っていて、なんか私みたいに結構 T シャツとかカジュアルな格好する人はアクセが大きくてもバランス取りやすいと思うので、 M とか L が可愛いと思うし、あとはなんかすごいドレスアップしたりとか結構派手な格好するっていう人はアクセがちょっと小ぶりでもいいかなと思うので S も可愛いと思います。次、パロサントはどこのですか。パロサントは私のビデオによく出てきてるんですけど、私は海外で買ったものとか、あとは私がパロサント好きなのでギフトでもらったりすることが多いからそんな感じなんですけど、特に別にブランドとかは気にしていないというか、あれは木なのでどこのものを買ってもそんなに変わらないんじゃないかなと思う。なんかすごい適当にパロサントのことを扱ってるところじゃなければ普通に同じ木だからそんなにクオリティは変わんないかなと思います。で、日本だったら多分 Amazon とかで買うのが一番買いやすいかなと思う。お店にも売ってるとこあるんですけど、そんなに数多くないと思うので、でもどっちにせよ自分が一番買いやすい
方法で買うのがいいかなと思います。次、動画編集ソフトは何を使っていますか？私は iMovie を使っています。ファイナルカットとかもちょっと手を出してみたんですけど、何せ複雑すぎて私には分からなかったので、一番こうフィーリングで直感でできる簡単な iMovie を使ってます。サムネイルとか、あとは、画像の中に出てくる文字とかそういうものに関しては、iPad とか、あとアプリとかを使って、いろんなものを使って混ぜこぜにしてるけど、基本的な編集ソフトは iMovie です。はい、こちらで以上となります。風呂上がり Q&A。サクサクのつもりが結構いっぱい喋っちゃったかなと思って、すごい長くなってるんだけど、これをキキッと編集して、今日の Vlog でまとめたいと思います。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。もし楽しんでもらえたらいいねとチャンネル登録もお願いします。じゃあ次のビデオまで、またね。